え皆さん、新年明けましておめでとうございます。えー、ゴールデンティピーです、えー。今年もよろしくお使いのほどお願いいたします、えー。新年明けましたけれども、1日には、えー、北陸、石川県中心に大きな地震がありましたし、2日には、大きなね飛行、飛行機事故があったりとかで、災難続きの年明けとなりましたけれども、皆さんにとってはこの2020年、えー、どのような年明けになったんでしょうか 今年1年、えー、まあ、冒頭であれですけども、いい年になるとはいいですよね。えー、皆さんにとっても、また私にとっても。<laughs> ということで、ゴルディ TV 第2部の方に入っていきたいというふうに思います。第1部はの金の方について触れていきました。まだまだね、ちょっと明るい状況が続きそうな感じがする金相場ですけども、じゃあプラチナはどうなのかっていうところを見ていきたいというふうに思っています。 では早速、えー、プラチナの方の2024年,2024年の見通しということで、お話を進めたいというふうに思います。えー、一番最初にですね、プラチナの相場、まず、あ、結論あるということで、どういうふうになっていくのかということなんですけれども、えー、今まだ低迷、横ばいの水位が長期化しているプラチナのそですけれども、 いよいよ今年あたりから、えー、上昇相場に転じているので,どうではないのかなというふうな期待をしながら話を進めていきたいというふうに思っています。なかなかね、上昇期待があるんですけども、上昇しないというプラチナ相場なんですけれども、実際のこの相場を形成する根拠となる中級、これに関しては非常に、まあ、あプラスようになっているのかなというふうな感じがしておりまして、 この受給の窮屈な状況、タイト感から相場がまあ刺激されて、まあ、少しずつ上向く展開がまあ期待できるのかなというふうな気がしていますで。最初に見ていただいているのが今申し上げたプラチナの受給が引き締まっているという部分なんですけれども、去年、2023年は、えー、これ単位がですね、えーえー、1000トロイオスですので、 万1000トロイオンスになります。これ出しているのが WPIC ・ワールド・プラチナ・インベストメント・カウンシルという、まあ、給プラチナ受給に関しては、まあ、権威のある統計会社なんですけども、今年また2年続きで不足するであろうというふうな予測を出しています。プラチナ不足、これが2年連続で続くということで、相場の方もまも、あ、プラチナが足りないのだから当然上がっていくだろうというふうな予測になりますね。 今申し上げたプラチナの需給ですけれども、2021年と2022年、これは2年続きで供給過剰だったんですけれども、去年から供給不足に逆転してですね、で今年もそのプラチナ不足が継続するという予想が出ております。であのプラチナ不足がなぜかっていうのは、ちょっと理由づけをしなきゃいけないんですけれども、 これはあのー、自動車向けのプラチナ需要、プラチナ消費が増えていくというふうな分析をベースに、ですね、需要が増えてプラチナが足りなくなるというふうな見方になっていますで。この自動車の分野、まあ、2019年からちょっと見ていきたいというふうに思うんですけれども、全体のシェア、33%。<laughs> 飽食用とか工業品とか、まあ、大体全体の半分あるんですけども、一番大きい分野はやっぱり自動車ですよね。で去年2023年、これが40%までもう急増したんですね。これがプラチナ不足に直結したというふうな状況です。で今年し2024年、さらにこの自動車の分野、増えて、ですね、全体の43%まで増えていくだろうというふうな見,見通しになっています。 まあ逆にこの食われてるとかは投資ですね、プラチナ投資がちょっと減ってですね、その分、えー、自動車の分野が増えてるという状況です。まあ、世界的な、えーえー、エコー思考、えー、によって、まあ、世界的なガソリン自動車からですね、電気自動車に変わるというふうな流れ,流れの中、 ガソリン車に搭載している触媒装置、これでプラチナの消費が結構大きいんですけれども、このガソリン車がこれからだん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 なくなっていく、それとともに EV 車が増えて、この自動車の分野が減っていくだろうと、減っていくのは確実だろうという見通しの中、プラチナのこの自動車の分野の需要が減っていく、それとともに相場も下げていくというのは、これまでの見方だったんですけれども。 今回のこの WPIC のこの分析はちょっとびっくりしましたよね。この今見ていただいた通り、この自動車のシェアがどんどん増えてる。で、この実際のこの自動車の触媒用の需要もですね、この2020年からのこれデータですけども、年々こう増えてるんですね。で、今年の予想もですね、えー、331万2000、うん、キロあ、2000万取れます。 331万、そうですね、セントロイオンです、ねまあこれだけ増えているというようなことで、この自動車触媒用の需要が増えているので、プラチナが不足するというふうな見方になっていますね。はい、で実際、この w p i c の,の分析者、アナリストはどういうふうに見ているのかというと、えー、パラジウムからこ,のこれまで、 まあ、パ,ラパラジウムを触媒装置でし,して使う需要部分が多かったんですけれども、あまりにもパラジウムの値段が高くなったので、パラジウムから発揮の方にこにシフトする流れが、えー、継続しているので、それで自動車の触媒用のプラチナ需要が増えるという分析になってますね。 まあ逆に言うと、あのパラジウムの,この自動車の分野の需要が減っているという,ふうなことなんですけれども、その分、プラチナの方が増えているということですね。まあ、ちなみにこれ、参考ですけれども、これがパラジウムの需給動向ですね。でずっとこの2019年、2020年と、このパラジウムの自動車用の触媒装置用の需要が増えたので、プラチナ不足が顕著だったんですけれども、まあ、ここに来て、 プラチナへと需要がシフトされていますので、パラジウム不足というのがほぼ解消されている状況に入っているということですし、この自動車向けのパラジウム需要は、まあ、あの前,増前減というか、まあ、少しずつこう減っている状況になっていますね。なので、このパラジウムの需要が、えー、減っている。その分 プラチナの触媒装置の消費が増えているというふうな構図になっています。それがこの2024年を含めた2年連続のプラチナ不足になっているということですね。で、今、パラジウムの方もお話をちょっと進めさせていただいたので、じゃあ、パラジウムとプラチナの相場、価格の動向、これどうなっているのかっていうのを示したのが次のチャートになります。 まあこれもチャートを見ていたければ、ほぼまあ一目瞭然なんですけれども、ずっとプラチナの方が当然ね、高い状況が続いていたんですけれども、これが2 0 1八年、二千十7年から2018年にかけて逆転します。えー、パラチウムの方がプラチナよりも非常に高いと。まあ、ひ一番価格差が激しいときは3倍になってましたね。プラチナの方が逆に言うと、パラチウムに比べて3分の1の値段になっている状況があったと。 あまりにもこのパラジウムの値段が高くなったので、まあ、自動車職場用投資の需要が、だん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 、プラチナの方にシフトされてきたという状況ですね。で、今、両社ともプ、プラチナもパラジウムほぼ一緒ですね。まあ、ほぼ価格差がない状況になってまして、はい。まあ、これの意味するところは、そろそろパラジウムの、から、ん、プラチナ。 に消費シフトする流れが止まるだろうというふうなことが言えるかなと思うんですけども、一旦こうできた流れってなかなかね、そう簡単には覆されないので、今しばらくこのパラジウムからプラチナへの需要シフト、これが続くんではないかというふうに見るのがまあ自然かなというふうに思ってます。ただあの、まあ、先ほどもちょっとお話出ましたけども、させていただきましたけども、 世界的な流れとしては、やはり電気自動車か EV 車かっというのは流れは止まることができない。まあ、あの世界的にまあカーボンニュートラル、えー、環境問題が非常にまあ重視されてますので、ガソリン車はまあやめてです、ね、これから EV 車にまあ変えていくという流れは止められないだろうという見方が一般的ですね。 まあ実際、の IA、国際エネルギー機関も、まあ、これから2030年の段階、今から5年後、6年後には、えー、世界の車はですね、7台に1台が EV 車になるというふうな予測を出しているとおり、非常に加、ま、速、あえー、度的に EV 車が進むという見方が広がっています。まあ、中国においては今、今の現在、えー、時点ですら20%、全体の1 0が電気自動車。 アメリカは7%、えー、欧州は13%ですね。日本だけはちょっと遅れてますなので、まあ、全体の2%ちょっとという状況です。まあ、実際、これからどうなっていくのかという予測,予測があるんですけれども、もう電気自動車が、ね、加速度的に増えていく、えー。今から25年後、四半世紀後には、まあ、ほぼすべてが電気自動車になる。 でえー、エンジン車はガソリン車はほとんどなくなって、あとまあ一部プラグイン、ハイブリッドが残るかなというふうな予測が出てます。ただ、あちょっとまあデータでは今、今回出してませんけれども、トヨタの巻き返しがすごいですよね。えー、新車の売上販売台数とかも過去最高記録しています。トヨタの EV 車が遅,遅れているとか言われてるんですけども。 このプラグインハイブリッドとか含めて、ハイブリッド車ではトヨタが世界最,最高というか、水準的にもそうですし、えー、販売台数でもそうなんですけども、えー、ガソリン車であってもですね、えー、ハイブリッドであればいい、えー、ほとんどこの排,ガス排気ガスを出さない、排ガス規制をクリアできる、それだけの技術,技術力があるということで、えー、ヨーロッパ、 特にヨーロッパではですね、EV 車ではなくて、このハイブリッド車の売り上げが非常に増えてますね。やはりあの馬力があるということと、長距離での運行が可能だとか、経済的な面とか、いろんな面でやはりガソリン車、メリットがたくさんあるので、電気自動車ではなくて、ですね、このハイブリッド車、しかもこの環境に優しいハイブリッド車の技術革新が非常に進んでますので。 まあ、トヨタ車の巻き返しもその辺にあるのかなというふうに思うんですけども、もしかしたらこういったあの完全 EV 車かというふうな流れがです、ね、止まって、えー、トヨタの巻き返しで見,見られますように、えー、ハイブリッド車がもしかしたら逆に増え,増えていく可能性もあるのかなというふうな感じもしますね。あと水素化、燃料電池車に関しても、まあ、増えていくっていう見方もある一方、まあ、それほど伸びないというふうな見方もあって、ですね、これはちょっと不透明な部分がありますね。 でこれからじゃあ、経済の方はどうなっていくのかっていうのをちょっとあの含めたいと思うんですけども、これがゴールドマンサックスの今年2024年のマクロ経済見通しになります。まあ、あの景気に関しては結論をら言ると、上向くであろう、上向くであろうし、予想を上回る状況が昨年、2023年だったし、 この流れは今年二2024年も継続するであろうというふうな見通しになっています。で景気後退の懸念も、えーまあ、リセッションという、ね、あの心配、えー、非常に、あのー、経由しているんですけれども、そういったことに関しても、リセッションの心配もそれほどないというのが、このゴールドマンサックスの見方になりますここで日産証券からのお知らせです。 日産証券では、株式、投資信託、債券、株価指数先物取引から、商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで、取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお答えできるよう、サービス環境を整備しております。特に商品先物取引では、対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、 すべてのお客様に安心してお取引いただくための取引環境をご提供しておりますセミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので日産証券ホームページでご確認ください以上日産証券からのお知らせでしたゴールドマンサックスじゃあどこに投資すれば有利なのかっていうのがこのグラフですねまあ一番はこのグラフで示されています通りコミュニティ金を含めた銀プラチナ えー、あと、まあ、ノーサムスとか、えー、ベースメタルとかいろいろありますけれども、コミュニティの投資効率が一番いいだろうと、投資リターンが高いだろうというのが、ゴールドマンサックスの今年2024 20年の見方になります。まあ、それについてまあ、普通に、あれですね、えー、株式投資、うん。アメリカの US 株だと、 リターン期待が12.5%。その他の市場では、えー、世界市場では11%ぐらいですかね。それに対して商品投資は18%ぐらいを予測しています。あと、これが次がクレジットマーケット。あと、これが、えー、ガバメントボンドなんで国債ですね。あと、キャッシュマーケット。キャッシュマーケットは引き続きあまり、えー、投資先としては意味がない。 日本人もは早いとこね、このキャッシュマーケットから抜け,け出さないとダメですよね。はい、ということで、はいえーっとまあ、先ほどのグラフと重複してしまうんですけども、えプラチナ・パラジオとトも十分、まあ、もう下げていますし、もう底練りも、底練りっていうか、横ばいの水位も長期化していますので、もう1000ドルというのが一つのお底根目安になるというふうに考えると、 まあこれからは、まあ、あ,あが、あげるざるを得ない。上げたらをないというちょっと言い方もあれですけども、上昇する期待がかけられる。これも毎回言ってるのでね、もう耳にタコができたよ。嘘をつくなよって言われそうなんですけども、でも少なくとも、えっ、ー、と、下の余地はないっていうのは間違いないと思いますよね。なので、まあ、上昇期待はもう何度も言ってきてはいるんですけど、実際の相場はなかなか上げてくれないので、 まあ、少なくとも下げないということは、まあ、投資先としては比較的安全、セーフティーなのかなというふうな感じがします。まあ、ということで、最後は結論を申し上げました、プラスな投資。まあ、あ上がれ上がるとね、えー、考え、期待しながらもなかなか上げてくれないので、やはり、えー、長期保有にという意味で現物投資、しかもあの長期,長期保,保有、保存、 というのを頭に入れながらの、まあ、投資がいいかなというふうに思いますし、あと、まあ、田中貴族さんとかでやっている、まあ、積み立て投資、平準買いが一番無難なのかなというふうな感じもします。まあ、安いところであのスポット買いも、ね、できますのでえ、非常にいいですよね。あと、まあ、ちょっとのんびりとした投資じゃなくて、えー、短期トレードしたい、いわゆる先物のマーケット取引。 を思考するる方も結構、ね、いらっしゃると思うので、最後にちょっと簡単に、あのー、先みマーケットの動向を見ていきたいというふうに思っているんですけれども、まあ、引き続きちょっと逆張り、基本的には逆張りですね、千ドルを中心とした、えー、もみ合いが続いております。これ、グラフから、チャートから見てもわ分かるのとおり、2021年からもう1年、2年、3年越しで続いてますので、今年もまもこの流れは継続する可能性があるのかなと。 いうふうな気がしますし、あとこのストキャスティックス、これが上限いっぱいぐらいまで来てますので、下がるという言い方がある一方、この MACD、MSCD はゴールデンクロスして、ここから買いと。まだ,まだ買いまだ買い。うん、そうですね。もしかしたら1200ドルからこの2022年の高値抜くかもしれませんよね。はいまあ、そういった期待もかけられる状況かなというふうに思います。 これが東京ですね。円建てのプラチナ市場。まあ、これも基本的には逆張りですけども、まあ、えー、河津の流れが円安、基本的に円安の流れになってますので、えー、おしめ買い主体の逆張り方針が一番懸命かなという感じがします。ただこの MacD がね、なかなかト,トレンドが出てないので、一応ここでゴールデンクラスはしてるんですけども、まだはっきりとしたゴールデン、あのトレンドが出ていない。 一目金公表はこれ上で手応えの上を抜けたので、まあこれも買いかなという感じがします。もし、この一目金公表と MacD を信頼するんであれば、ここから買いかなと。まだ買いかなという感じがしますね。はい、ということで、まあ何度も申し上げてますけども、上げ期待2年連続の供給不足、プラチナ不足なので、解体いい相場、上昇期待 強制の確率が高い。まあ、これは間違いないと思います。ただ、実際の現状相場はどうかっていうとね、まあ,あ、横ばいが続いてますので、えー、相場が間違ってるなんていうことは、ちょっと言い方はしたくないんですけども、えー、まあ、少なくとも投資先としては買いで入りたいマーケットかなという感じがします。あと、まあ、金がね、市場最低値を更新していて、今、 それについて、銀相場。めちゃくちゃ今、上昇してますね。もう明らかなアップトレンド。で、世界的に有名な投資家の一人、ジム・ロージャース氏も、まあえー、シンガポール発の情報として、日本人なら銀を買うべきだ、なんてね、コメントも出してますので、まあ、金をリード役として、その次に銀が今上がってまして、いよいよ今年、2024年はプラチナが来る。 とまあ、予想するというか、期待して、えーまあ、結論付けたいかなというふうに思っています。ちなみにあの、前回ね、12月の時に、ジム・ロージャースがなぜ銀行が進めるのかっていう動画もアップしてますので、もし興味のある方、議員の方、こちらの方をご覧になっていただければなというふうに思います。えー、最後の最後に、昨日へたつというのが今年の年もあり、どういう年かというとですね、ここに書いてありますけれども、去年まで努力してきたことが実を結んで成就する年。 もうまさしくプラチナのことじゃないですか <laughs> 去年までね、低迷していた相場これがいよいよ今年、結実して大きな上昇相場に転ずる。まあ、こんな期待ができるのかな、なんていうふうな気もするんですけども。まあ、この辺は、まあ、えー、占いみたいな部分もありますので、当たるも発見、当たるも発見ということで。はい、まあ、でもいよいよね。でも今年あたり、本当にプラチナ相場いよいよ来てほしいですよね。 はい。という願いを込めまして、あと皆さんのね、えー、いい今年、いい投資の、投資の年になることをご祈願しながら、えー、今回のプラチナ相場の見通し、はい、終わりにさせていただければ、いただきたいというふうに思います。では、改めて、私にとっても、皆さんにとっても、良い年になりますように。では、これにて、失礼いたします。